戸隠市蕎麦、ぼっち森戸隠蕎麦は一般には長野県長野市戸隠の蕎麦を指す。岩手県のわんこ蕎麦、島根県の出雲蕎麦と共に日本三大蕎麦の一つとされる。山岳信仰の栄えた戸隠には古くから主言者が多く集まってきた。彼らの傾向食料として蕎麦が戸隠に入ってきたと伝えられている。当時の蕎麦は現在の蕎麦霧ではなく、 そばがきやそば餅のような形態であったと考えられている。戸隠蕎麦の典型である、ぼっち盛り、円形のザル、薬味の絡み大根戸隠蕎麦の特徴として、といったものが挙げられる。戸隠では、各家庭に蕎麦打ち職人がいると言われるくらい生活に密着している。ぼっち盛りと円形のザルが戸隠蕎麦の特徴であるが、近年、 都学市そばの名前は、新州そばの名前の一つとして一般化され、都学市以外の地域であっても、都学市そばの名称で提供されるそばや、スーパーなどで販売されている商品が多数ある。地域団体商標の登録が可能になって以降、長野県新州そば協同組合、長野県麺料協同組合、都学市そば協同組合から、 相次いで、都学詩そばの地域団体商標登録申請が、行われたが2013年3月現在、すべて登録拒絶されている。都学詩そば博物館と、んくるりん、新州、都学詩手打ちそばの技術都学士そば賞、組合監修 ISBN4 から 751100548C20771995 年。ありがとうございます。